ウォークフェスタ2015 in 北本。はい、こんにちは、リポーターの桃野春菜です。今日はちょっと風が強いんですけれども、ちょっとだんだんね、太陽も出てきて暖かくなってきました。はい、圏央道ウォークフェスタ2015 in 北本は10月の31日に圏央道桶川北本インターチェンジと白岡総武インターチェンジの間が開通する運びとなり、境に至る約 2km の道路をウォーキングしていただくイベントとなっております。なお、この様子はこのまま生中継でお送りいたします。そして参加者の皆さんにはどんどんインタビューしていきたいと思いますよ。そしてこの後太鼓の演奏もありますので、皆様どうぞお楽しみに。それでは圏央道ウォーキングのスタートにあたりまして、主催者の北本市長源能図の高明よりご挨拶申し上げます。このウォークラリーの申し込みはですね、5500名を超える多くのですね、皆さん方にお申し込みをいただきました。そして、ここにですね、ご参加いただきました皆様は、2人にですね、1人という形のその抽選の中でですね、ご参加をいただいたところでございます。本当にありがとうございます。そして、この圏央道の開通に伴いまして、北本市もですね、これから経済の交流、依頼は北本市の活性化のために皆さん方と一緒になって、この北本市のですね、この圏央道を使ったまちづくりに進めてまいりたいと思っておりますので、皆さん方のですね、ご協力のほどをお願いを申し上げます。私ども議会といたしましても、さまざまなこの開通をこの町の宝として、これから行政の中にきちっと事業に位置づけてまいりたいと思ってございます。この間50年、国県市協力してこれが開通されましたことを重ねて感謝申し上げ、議会側としてお礼の言葉に返させていただきます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。それではこれからウォークを楽しんでいただきたいと思います。それではスタートいたします。よろしくお願いいたします。それではウォーキング参加の皆様、お待たせいたしました。どうぞスタートお願いします。さあ、コースには道路ができるまでの説明のパネルもございます。ゆっくりと皆様のペースでお歩きいただきまして、圏央道を楽しんでいただきたいと思います。こちら2キロ地点まで、到達していただく方、そして途中で折り返しも可能となっておりますので、どうぞ皆様ゆっくりと、そして皆様のペースで楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、北本市立東中学校の水道奏楽部の皆さんに来ていただきました。演奏お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は演奏はどんな気持ちでやったんですか？はい、3年生の先輩方が引退された今、私たち1年生、2年生だととても大変な部分もあったんですが、先生方や引退してしまった先輩方の指導のもとしっかりと頑張れたと思います。なかなかこういった道路で演奏することってないと思うんですけど、やってみてどうでしたか？外で、演奏するのが初めてだったので、音があんまり出なかったりとかダメな点があったんですけど、しっかりできたのでよかった、楽しかったです。さあ、皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。カバ桜の皆さんに来て
か。はい、今日はですね3000人もの方々が歩くということなので、はい、皆さんに届くように、また屋外ですから、あの室内でやるよりも一生懸命心を込めて叩いたと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。なかなかこう言って剣王道で演奏する機会ってなかったと思うんですけれども、今日はいつもとまた違った気持ちでしたよね。北本桶川インターの方ができた時にやっぱり同じような出演依頼があったんですけれども、強風で太鼓のイベントは中止になってしまったので、その時の残念な思いを込めて今日は2倍頑張ったと思います。2倍の力を込めて今日は演奏されたんですね。どうでした。今日は剣王道で演奏してみて、今までにない体験でなんか新鮮な感じでした。そうだよね、新鮮な感じですよね。じゃあちょっと一人だけすっぴんになってる男の子にも聞いてみようかな。どうでした。いや、やっぱり室内で練習は文化センターの室内で叩いてるんですけど、外で叩くと音もなかなか小さくなっちゃうんで、大きな音出そうと頑張ったりしました。そうなんですね。でも本当に外だけどもうすごい音で体にすごい響いてきました。皆さんこれからの活動も頑張ってください。ありがとうございます。はい、北本太鼓かば桜の皆さんでした。ありがとうございます。楽しみですか。何が楽しみかな。トンネルとかもあるんだって。ワクワクする。楽しみだね。じゃあみんな頑張ってきてね。いってらっしゃい。いってきます。いってきます。はい、今ちょうど戻ってきたばかりのご夫婦の方にお話を聞いてみましょう。お疲れ様でした。お二人ともここの北本市にお住まいなんですか。私は北本でもう75年生まれてずっとここにいます。住んでます。はい、ただは住所からお嫁に来ました。はい、こちらの道路が開通されてお気持ちとかってどうですか。やっぱり外に出るのは随分楽になりますね今度はね。そうですよね、とっても便利になりますよね。
なかなかこういった道路を歩く機会ってないと思うんですけど、ないですね、歩いてみていかがでした？そうですね、やっぱり進んでますね、今はね。びっくりしました、本当に。良くなってんでね。ね、うん。いや、初めてだからね、一緒に、私が歩かないかなと思って、はがき出したんです。でも歩くよったら、喜んで。だから二人で来ました。はい、それで見事完走されて、本当にお疲れ様です。こんにちは。私、トマちゃん、トマ。5歳の女の子よ。ウォークフェストに遊びに来てるのみんな頑張って歩いてるかな。トマも応援してる。トマ頑張ってね。はい、ということでトマちゃんに来ていただいております。さあ、北本市のトマトのキャラクターということなんですけれども、なぜトマトなんですか？北本は古くからトマトの産地という形でやってきました。で、古くはトマトの加工工場なんかがありまして、都内ですとかいろんなところでトマト、トナマトクリームというのを卸してたという歴史があります。で、最近になりまして、北本のトマトを PR するためということで、トマトの加工品なんかをいろいろと出しております。トマトの大福ですとか、羊羹ですとか、そういうものをいろいろと作って出しております。で、特に今一番PR しているのがトマトの、北本のトマトカレーなんですね。はい、埼玉県の、B 級グルメ大会で、北本で開催をした時にそれが優勝いたしまして、それ以来北本トマトカレーを PR しております。で、今はレトルト食品でのトマトも売り出しをしております。で、横須賀で行われたカレーの大会があるんですけども、そこでも優勝しているというような形で、今北本のトマトカレーを一生懸命 PR しているという状況です。はい、はい、ありがとうございます。トマちゃんもトマトカレー大好きですか？あ、大好き皆さんもぜひ食べてみてください。ありがとうございます。はい、圏央道ウォークフェスタ2015 in 北本、まもなく終了のお時間となります。本当にもうたくさんの方たちに出会えて、私もとっても楽しかったです。本当にお友達だったり、あとご家族だったり、幅広い年代の方たちがそれぞれのスタイルで参加されていました。そしてなんといっても吹奏楽部の皆さん、そして太鼓の皆さん、素晴らしいパフォーマンスで盛り上げてくれました。そして可愛い可愛いトマちゃんも応援しに来てくれました。さあ、本日のコースになりました圏央道桶川北本インターチェンジから白岡総武インターチェンジの開通は来週10月31日を予定しております。リポートは私、桃野春菜がお届けしました。ありがとうございました。